ビートルズ・ビートルズの曲名一覧 Being for the Benefit of Mr. Kite Being for the Benefit of Mr. Kite はビートルズの楽曲である。1967年に発表された8作目のイギリス版公式オリジナルアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドに収録された曲。レノン・マッカートニー名義の作品で主にジョン・レノンが手掛け。 ポール・マッカートニーが一部手伝っている。歌詞の大部分は、1843年に、ロッチデールで開催された、パブル・ファンクのサーカス公演のポスターから撮られている。インスピレーションを受けた、ポスター1967年1月30日と31日に、イギリスのケント州セブノオークスに隣接する、ノールパークにて両英面シングル、ストロベリー・フィールズ・フォーエバー、ペニー、レインの、 ミュージックビデオの撮影を行っていた。休憩の合間に、ジョン・レノンは、町の骨董屋を訪れて1843年のサーカス団のポスターを見つけた。このポスターを買ったレノンは、自宅の音楽室の壁に貼り、ポール・マッカートニーの助けを借りながら、歌詞を書いた。歌詞はポスターに掲載されていた、宣伝文句からヒントを得て書かれており、このポスターに記載されていた、宣伝文句をほぼ、 丸ごと引用している。歌詞にするにアタたりンを踏みやすくするために、公園の場所がロッチデールからビショップスゲート、馬の名前がザンサルスからヘンリーに変更された。このうち、ヘンリーがヘロインを連想させるとして、BBC では放送禁止とされた。なお、ジョン自身は、ヘロインと馬の名前の関連性を否定している。 レノンは1968年のインタビューで、あれはまともな仕事ではなかった。アルバム用に新曲が必要だったから、惰性で書いた見ただけ。歌詞は全部俺を正面から見つめていたと語っていたが、1980年の生前最後のインタビューでは、普遍的な美しさがある。この曲は水彩画のように純粋だと本作に対する見方を変えていた。2012年、 レノンがインスパイアされた元のポスターのレプリカが当時の技術を使って制作され、1967部限定で発売されている。Being for the benefit of Mr. k i t のレコーディングは1967年2月17日に開始され、2月20日に効果音、3月28日にハーモニカとギター、3月29日と31日に オルガンがオーバーダビングされた。2月17日にベース、ボーカル、ドラムス、ハーモニウムという編成で7テイク録音された。なお、テイク1の録音前に、レノンは、ホーザベネフィット・オブ・ミスター・カイトのフレーズをおどけて歌っていた。その後、ジェフ・エメリックが、ホーザベネフィット・オブ・ミスター・カイト、This is Take 1とアナウンスしたのに対し、レノンが、 Being for the benefit of Mr. Kait と訂正した。その後のセッションで、アンド・オブ・コース、ヘンリー・ザ・ホース・ダンセ w ザ・ワルツというフレーズの後のセクションのために、鍵盤楽器のパートが追加された後、バスハーモニカのパートがテープの回転速度を半分落として録音された。また、マッカートニーは、ギターソロ、レノンとジョージ・マーティンはオルガンを演奏した。2月20日のセッションで、 レノンはマーティンに対してカーニバルのような雰囲気を持った感じでおがくずの匂いがしそうな音にしたいという抽象的な要求をした。当初マーティンはこれに応えるべくスティームオルガンを使用することを考えたがパンチ穴を開けて自動演奏するモデルしかなかったことから断念。そこでマーティンはエメリックにパイプオルガンを録音したテープを数センチごとに切り、 空中に放り投げてランダムに繋ぎ合わせることを指示した。3月31日にモノミックス、4月7日にステレオミックスが作成された。突起がない限り、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのブックレットに記載のクレジットを出展とする。ありがとうございます。